今日は長芋とオクラの漬物を2種類作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、長芋とオクラの漬物を2種類作っていきたいと思います。1種類目はわさびポン酢、そして2種類目は白だしにんにく味を作っていきたいと思います。作り方はすごく簡単なんですけれども、それぞれお野菜の下処理方法のポイントなどもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまず最初にわさびポン酢の方から材料を紹介します。材料はこちらです。長芋、オクラ、ポン酢、わさび、塩、お酢、お水です。で、味付け自体はね、ポン酢とわさびだけで行います。塩と酢とお水は下処理とか長芋の変色を防ぐために使っていきます。続きまして、白だしにんにく味の材料をご紹介します。材料はこちらです。長芋、オクラ、白だし、おろしにんにく、お砂糖、塩、お酢、お水です。こちらの材料で作っていきます。白だしにんにくの方は白だしとおろしにんにく、そしてお砂糖で味付けをしていきます。で、このにんにくはですね、今回チューブ状のものを使っていきます。あとね、白だしもね、結構いろんなタイプがあって、今回私が使うのがみつかんさんのね、白だしを使っていきます。高濃縮タイプかけうどん10倍、こちらのタイプの白だしを使っていきます。この白だしはね、種類によって味の濃さが変わってきますので、量は調整してみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまず長芋から切っていきます。まず最初に長芋の皮を剥きます。長芋もね、こう太かったり細かったりいろんな形があるので、形に合わせて切ってみてください。それではね、長芋乱切りにしていきます。切り方をね、やりやすい方法で OK です。で、まずこんな感じで、で、乱切りにしていきます。こんな感じで適当に乱切りしてください。で、そしたらこの長芋が浸かるぐらいの水を用意していただいて、お酢を入れます。で、切った長芋を入れましょう。長芋ってね、ずっと置いとくと変色してくるので、切った後ね、酢水につけていただくと変色を防ぐことができます。このままね、30分ほど漬け込んでおきます。続いてオクラです。まずこの茎の部分ですね、ここをちょっと切ります。白っぽくなれば OK です。そしたらですね、このヘタの下の部分、ここガクって言うんですけれども、これ筋が入っているので口に残ります。なのでここをね、剥き取りましょう。このように剥き取ります。そうすると口にも残らずに美味しく召し上がっていただけます。ではね、同じように全部やっていきましょう。はい、このように下処理しました。オクラをね、よーく見ていただくと、ちょっと映ってるかわかんないんですけど、ちょっと産毛みたいなのが生えてます。これはですね、塩を用意していただいて、塩でこすります。そうすると産毛が取れます。はい、こんな感じで下処理していきます。で、いっぺんにやるときは、3、4本ずつね、置いていただいて、ここに塩をパーってかけて、このように転がしていただいても OK です。オクラの下処理はこれで OK です。それではオクラを茹でていきます。まず鍋にお水を張っていただいて、このまま沸騰させましょう。沸騰しました。そしたらオクラをね、全部入れます。やけどしないように入れてください。このまま2分茹でていきます。あ、色が綺麗ですね。はい、沸騰させたまま2分茹でましょう。ちなみにオクラはね、さっき塩もみしたと思うんですけど、その塩はつけっぱなしで茹でていただいて OK です。はい、時間が経ったので火を止めます。そしたらお湯を捨ててザルにあけます。はい、こんな感じでね、色も綺麗にね、茹で上がりました。で、オクラはこの後ね、水とかでね、冷ましてしまうと水っぽくなっちゃうので、一旦このまま触れるぐらいになるまで粗熱を取ります。オクラの粗熱が取れたので切っていきます。オクラをね、普通に斜めに切っていきます。食べやすい大きさに切ってください。3等分から4等分ぐらいでいいかなと思います。はい、こんな感じ、これで OK です。はい、こちら30分経った長芋です。こちら一度さっと水洗いをして、ぬめりを取って、その後水気を取ります。軽く水で洗っていただいて、このように水気を取ります。それではね、容器を用意していただいて、ここに長芋、ちょっとランダムに入れましょうか。オク
クラ、長芋、オクラ、長芋、オクラ、はい、こんな感じに入れます。で、まずね、ポン酢入れていただいて、で、これね、タッパーとかの大きさによっても必要な量が変わってくるので、おのおのでね、変えてみてください。で、わさびはね、ちょっといっぺんに入れると塊になっちゃいそうなので、ちょっとこっちに入れて、ちょっとなじませてから戻し入れます。こんな感じでね、溶いていただいて、そこから入れます。そして混ぜます。で、この時点で一度味見してください。まだいけるかな。これね、チューブわさびぐにゅぐにゅと結構ね、入れちゃってもいいかな。得意な方は結構ね、多めに入れちゃっていただいていいと思います。ちょっと追加で戻します。で、混ぜます。いい辛さですね。ちょっとツンとくるぐらいで、お好みのね、辛さになったらこちらの容器に入れます。じゃ、ここに流し入れます。ちょっと混ぜづらいんですけど、混ぜていただいて、あー、もうこれだけで美味しそうですね。これで OK です。あとはだいたいね、1時間ぐらい漬け込めば OK かな。で、もっと濃くしたい場合は2、3時間または半日、1日ぐらい、お好みで漬けてみてください。ほっと。で、これで冷蔵庫で1時間漬け込みます。それでは白だしニンニクを作っていきます。まず長芋の皮を剥きます。こちらも同じようにね、乱切りしていきます。で、適当にね、乱切りしていきましょう。こんな感じです。で、そしたらですね、こちらもお水にお酢を入れます。ここに入れましょう。ではね、このまま30分ほど漬けておきます。続いてオクラです。オクラも先ほどと同じようにね、下処理していきます。これもね、ガクの部分を削っていきます。で、そしたらこちらも同じように産毛取りをします。ゴロゴロします。で、こちらも同じですね。下処理はこれで OK です。お湯が沸騰したのでオクラを入れます。この時も火傷しないように注意してください。で、このまま2分茹でていきましょう。時間が経ったので火を止めます。ザルにあけます。はい、こんな感じです。それではこちらもね、触れるぐらいになるまで粗熱を取ります。はい、それではね、オクラを切っていきます。こちらも同じように3等分から4等分ぐらいにね、食べやすい大きさに切ってください。はい、オクラはこれで OK です。それではね、白だしニンニクのタレをね、作っていきます。まず小鍋に白だし、そしてお水で、お砂糖、そしておろしニンニクを入れます。混ぜましょう。これで一旦火にかけます。軽く混ぜながら加熱していきます。はい、で、沸騰したら火を止めます。今回私はですね、白だし1のお水3の割合で作ってます。これはね、お好みの濃さがあると思いますので、一度味見していただいて、白だしとお水で調整してみてください。そしてこのまま粗熱を取りましょう。それではね、こちら30分経ったので、さっと水洗いをして水を切りたいと思います。長芋はこれで OK です。こちらも同様に容器に長芋とオクラを入れていきます。それではこちらね、先ほど作ったつゆを入れます。こんな感じです。白だしニンニクはね、ここに鷹の爪入れても美味しいので、お好みでね、鷹の爪入れてみてください。これほんとお好みなので、お子様召し上がる時はもちろんなくて OK です。蓋をして、それではこのまま冷蔵庫で1時間漬け込みます。はい、これで長芋とオクラの漬物の完成です。こんな感じに仕上がってます。こちらがわさびポン酢、そしてこちらが白だしニンニクです。こんな感じに仕上がってます。それではいただきます。まずわさびポン酢からいただきます。で、結局ね、私半日ぐらい漬け込みました。じゃあまず長芋からいただきます。うん、美味しい。あの、長芋にしっかり味が染み込んで、すごく美味しいです。
あ、オクラもいいですね。小さじ1杯分ぐらいわさび入れたんですけど、後からちょっとほんのりわさびの香りが感じてくるぐらいなので、味見した時にあ、ちょっと辛いなっていうよりかは辛っていうぐらい入れていただくとピリッと辛いぐらいになるかなと思います。いや、美味しい。味も中まで染み込んでてすごく美味しいです。白だしにんにくいただきます。じゃ、まず長芋からね、いただきます。美味しい。あ、すごく美味しい。ニンニクのパンチが効いててすごく美味しいのと、あと甘さが出てますね。味のバランスがね、すごくいいです。いや、これ止まらなくなっちゃう。白だしニンニクはどちらかというと、あの、お酒のおつまみにいいかもしれないですね。ということで、今日も美味しく仕上がりました。今回の長芋とオクラの漬物のポイントです。長芋の下処理なんですけれども、皮を剥いていただいて、その後酢水につけてください。そうすると変色も防げて、かつね、余分なぬめりを取ることができます。そしてオクラの下処理に関してなんですけれども、オクラは最初ヘタの部分を切っていただいて、ガクって言ってヘタのすぐ下のところに角張ったところがあるので、そこを剥いてください。そこはね、筋になっているので、食べた時に口に残ってしまいます。さらにオクラはですね、こうよく見ると短い産毛みたいなのがついているので、それを塩でこう揉んでいただいて、そのまま茹でていただくと色も綺麗に茹で上がります。で、あとはですね、もう食べやすい大きさに切っていただいて漬け込むだけなので、すごく簡単に作ることができます。で、ポン酢に関してはね、結構しっかりとね、味が入るので、もし薄味の方は少しね、水で薄めていただいて漬け込んでいただく方がいいかなと思います。お水を入れるときは一度加熱して沸騰させてからね、使うようにしてください。そしてこちらの白だしニンニクに関しましては、今回ね、チューブ状のおろしニンニクを使いましたが、チューブ状のおろしニンニク使っていただくとガツンとこうニンニクの香りがつくので、ちょっと控えめにしたいなっていう時は生のニンニクをスライスして入れていただくといいかなと思います。味の感じもね、全然違ってとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。ということで、今日は長芋とオクラの漬物を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしてますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。